犯罪被害者や遺族への賠償金を加害者が支払わず、被害者側が再び裁判を起こさなければいけない事例が問題となっている。賠償命令から一定期間が経過すると効力が消滅するためで、訴訟費用の負担から再提訴を断念する人も少なくない。加害者のみ解毒を許すような現状に、国による問題解決を求める声が上がる。神戸地裁で7月下旬、傷害致死事件の賠償金を支払わない加害男性を、被害者遺族が提訴した訴訟の第1回口頭弁論があった。加害男性は出廷せず、主張もなし。即日で審理を終えた。事件は2010年10月29日に発生。いずれも当時19歳だった鎌谷圭介さんと友人の男性が、明石市や神戸市須磨区の路上で加害男性受刑中らに暴行を受け、鎌谷さんは死亡した。加害男性は、自分の妹と遊んでいた鎌谷さんらに対し、妹を連れ回していると勘違いして暴行を加え、倒れた鎌谷さんの髪を掴んで立たせ、繰り返し殴ったり蹴ったりしたという。加害男性に懲役14年の実刑判決、共犯の加害少年には懲役3年以上4年6月以下の不定期刑が言い渡された。地裁は鎌谷さんの父と母への賠償も認め、加害側の男性と少年にそれぞれ約8000万9000万円の支払いを命じた。しかし現在まで、加害男性から両親には一円も支払われていない。賠償命令の時効が近づく中、鎌谷さんの両親の弁護士は、加害男性に手紙を出し続けた。不要な裁判を避けるためだ。男性から刑務所に降り、すぐに払えない。考えさせてほしいという趣旨の返信があったが、それも2通で途絶えた。赤石市に住む鎌谷さんの父、智樹さん57は再提訴に踏み切った。払われる可能性はゼロだろうが、逃げ毒は許せないし、事件をなかったことにしたくないとの思いからだった。これに対し鎌谷さんの母、美香さん57京都市右京区の判断は違った。父の智樹さんが住む赤石市には、賠償金が支払われない場合に最大300万円を市が立て替えて支給する制度のほか、最低その費用を補助する制度もあるが、京都市はない。加害男性に支払う意思は伺えず、提訴費用は数十万円に上る。生活を考えると諦めざるを得なかった。父と母どちらの選択にも被害者遺族の苦しい状況や心情が滲む。払わなくても良い現状の司法を訴えろよ。そうして、法律改正を迫るしか方法ないわな現状は。どこかのブライダル業界みたいに、被害者団体が献金したら政治家も動くかもな。そういうことまで仕掛けないと、変わらないのが今の世の中だね残念だけど。内袖は触れない。世の中の賠償命令判決などほぼそれなんだわ。仮に金があったとしても払わない奴が多い。とはいえ今後生きていくために飯も食えばスマホも使うんだろ。その中から半分でも出せよ。言うて今回の相手は服役してるからな。労務収入があるだろ。平均月収5000円の月収500円スタートやぞ。賠償は逃げ毒ってどこかの管理人が広めちゃったからな。日本はこういうところ弱いね。そのうちそんなのだらけになれば変わるかな。商用的な考え方と刑法犯を同じ土台で考えても難しいと思う。一問なしですって言えばそうですかで終わるからね。そら、無理に今持ってるなけなしの金を絞り取ったところでホームレスになって終わりだしな。勤務先分かれば給与差し押さえできるけど、請求し続けていても時効になるんだ。借金と違うんだな。借金と同じだぞ。借金だって請求してるだけなら時効になっちゃうよ。日本の法律は加害者に優しく被害者に厳しい。何当たり前のことを言ってるんだ。加害者に厳しいとまた犯罪に走る可能性があるじゃん。加害者に優しいとさらに犯罪に走るだろくさ。真面目な話、おかしい法律は変えないと日本がなくなるよ。権力者たちの逃げ道なのかも。裁判所が言い渡した時点で差し押さえするようにしろ。余裕だけで払わんやろ。差し押さえしても差し押さえるものがなければ無駄なだけ。内袖は触れないというやつ。現行放棄でも判決に仮執行宣言がついていれば、判決が出た後で執行裁判所に差し押さえを申し立てれば差し押さえはできる。国が賠償金を立て替えて、マイナンバーと紐付けて、働いてる限り天引き、生活保護の場合は生活保護費から天引きしよう。国が立て替えるってことは国民が払うのと同じ。見知らぬ人の賠償金をなぜ立て替えないといけないんだよ。被害者への救済基金みたいなもんだろ。別に加害者のために代わりに払うわけではない。加害者は国に対して逃げ場のない負債を負うのだから。国外に出るのなら再犯の危険性もなくなるし、刑務所や処刑費もトータルで減る。そこまでやるなら重罪への抑止力も期待できる。国が立て替えして税務署ばりの取り立てしろよ。こんなの生活が厳しいのかもしれんが、せめて払える範囲で払えばいいのに。逆だよ逆。1円でも払うと残り全部払う義務できちゃうからガン逃げが正解。まるまる雪見てたらわかるだろ。その日暮らしで全国を転々として、給料は銀行払いとかだと居場所が把握できないんだよな。住んでる家を差し止めすればいいんじゃね。意見行為。収入や資産のない人からどうやって差し押さえるのか説明してほしいわ。市民税みたいに給料から差し押さえできないのか。全く収入がないならどうしようもないけど。
給料現金払いとか、住所不定とかだとどうしようもない。日本は弁護士費用が賠償金に対して高すぎるのに加え訴訟税も高い。その上民事の判決に保護に罰則がない社会主義国家。しかし刑務所にいる人間に8000万とか払えるわけないし、仮に出所しても就職すら困難だろうし、これまた払える見込みない。国が建て替えるか収入の 10% を丸沼で支払うとかそういうのじゃないと現実味がなさそうには思う。一応刑務作業やってや子供のお小遣い程度はもらえるぞ。月3000円くらい塀の中ではもらえないが、手続きすれば一応送金はできるから。ガチ反省してる人はスズメの涙でも送金してたりする。ガチ反省して送金してるやつもいるけど、ほとんどは無期懲役で遺族の許しがないと仮釈放もらえないから、蜘蛛の糸を掴む気持ちで送金と手紙送ってるだけ。差し押さえする財産もないからな。やったもん勝ち。資産があれば差し押さえは可能だろう。刑務所にいるのに払うの無理じゃね。何は金融道にまんま同じ話があったな。裁判所は判決を出すだけで被害者救済は一切ない。刑務作業がしょぼいんだよな。収益性の高い作業をやらせて賠償に当てさせられんのかね。民意を圧迫するから無理やろ。今治の造船ところに壁のない刑務所があるじゃん。あんな感じでプログラミングとか金融トレードとかやらせらい。あれは特別な受刑者だけだろ。外部と通信できる可能性がある機械に触れさせるのは無理やろ。土木作業はどうかね。明治期とか土木作業やらせてたみたいだし、今なら万博工事。正直外仕事は無理だと思うぞ。熱中症の管理大変だからな。暴動を起こされても困るし、外で道具を持たせられないしな。出所後奇跡が起こって大成功して反省してるので、8000万の倍の1億6000万払いますとか言われても複雑だし、いろいろ難しいな。そのうちマイナンバーに口座を紐付けて強制的に払わせるようになるんじゃないのかな。別に今でも取れるやろ。ただ8000万払うのは厳しいから、生活保護受けて最低限払うだけよな。お金ない人、今後もそれだけの金を稼ぐ可能性ゼロの人に賠償判決出す意味がわからない。前に飲みに行ったバーの雇われ店長が、前科があって賠償と養育費を払ってないとか言ってたわ。店の事務所で寝泊まり、給料は手渡し、2年ぐらい働いていたけど、ある日突然飛んだ。傷害事件で刑務所に入ってるような人間に8000万も払えるわけないじゃん。常識的に考えて、内袖は触れない。だから、持たざる者失う者を持たない者の犯罪は厄介なんだよ。全く知識ないんだが、被害側でも裁判だ。って時は、こっち側が費用を払わないいけないの？訴訟費用だけじゃなくて銀行口座差し押さえるにも被害者が弁護士雇って資産調査やらないとダメ。まず、弁護士を雇う金は基本自分たちの負担。民事訴訟の訴状には印紙を貼らないといけなくて、これは原告が一旦負担しないといけない印紙代については、勝てば負けた相手に請求できる。でも、何よりも、請求できても相手が金を持ってなきゃ取りようがない。賠償金が逃げ得って話たまに聞くけど、話の出所は一体どこなんだろうな。いい加減、裁判所から命令の賠償金を払わない場合は刑罰化しろよ。ほんまこの国はクソだわ。執行官っていう仕事があってね、今テレビドラマでやってるけど、地方の裁判所に所属していて、民事専門で差し押さえ等の強制執行を行う人たち。だから、差し押さえる物があって住所が分かっていれば可能みたいよ。お金は稼がないと手に入らないものだけど、受刑者だからな。逆にどうやって払わせるのかな。ボロアパート住まい、移動はママチャリ、現金日払い、週払いで月18万円、タバコ、酒、ギャンブルで金は消える、トラブったら即即転居、住民票は移さず実家のまま、こんな奴らばかりやで。現物差し押さえは自分の資産はないと主張すれば、玄関先での執行官との会話で終わってしまう程度、と借金板で軽く見られてる。加害者の構成も結構だが、一生やったことの十字架は背負うべき。逃げ得なんてクズこそ助かるじゃん。悔しい気持ちはわかるけどね。だけど現行の法律では限界があるよね。裁判で賠償金を勝ち取ってもそこからの回収は本人がやらなくちゃいけないからな。バックレられたら回収はしなん。そして回収できなくても成功報酬として賠償金の一定割合を持っていく弁護士がまた鬼。1億円買ったのに回収できず、弁護士から成功報酬3000万円請求されるなんてことに。9000万円払える人なんて、日本人の数パーセントだろ。そんな資産のある人は、こんな無益な犯罪しないしね。俺も賠償金無視してる。なんで払わないの？払う気は一切ない。払う意思がなければ10年で時効かな。払う意思があれば延長される。法律っておかしいね。お偉いさん誰一人責任取らない世の中なのよ。犯罪者の元勤務先に請求とかできるように法改正できんかね。犯罪を犯したら解雇して無関係ですは虫が良すぎる。給与の差し押さえはできるぞ。被害者より加害者の人権が優先される国なので。賠償金って借金のような取り立てしないんだな。勤めていた会社が突然倒産。給料未払い訴訟は自己負担だし、経営陣が資産を法的に取るのが難しいところに移していたら、さらに訴訟費用がかさんで結局泣き寝入り。よく聞く話じゃねえか。こういうのを聞くとやっぱりマイナンバーで資産情報全部管理した方が良いなと思うわ。刑務所にいて一文なしです。出所してからむしり取るしかないね。効果が切れないように10年ごと請求は出しとけ。もともとは犯罪に厳しめの国だったんだけどね。明治に近代化するときに海外に合わせて犯罪者に優しい国にしちゃったから、諸悪の根源はそこにある。まず庶民の暮らしを豊かにして、
誰しもが何かしら失うものがある状態にしないと、法も罰も何も意味がない気がする。この加害者は普通に生活してるの？取り立て屋みたいなの必要かな？払わないで行方不明になるやつがほとんどなんだろうな。両親の弁護士は手紙を出し続けたってどういうこと？裁判所で強制執行の手続き取ればよかったじゃんよ。弁護士でしょ？裁判もう一回やる必要なかったでしょ？一問なしだから大執行なんてできないでしょ。19歳なら両親は保護者じゃないから弁済義務はないし。なんで借金に時効あるの？請求しないと時効になる。なんで時効があるん？法律がそうなってるから。おかしな法律ね。そりゃまだ刑務所にいるんだから払いようがなくね。税金から立て替えるとなれば他の国民が切れるし。弁護士がぼったくりすぎなんだよな。もっと数を増やして競争原理を働かせればいい。アメリカの弁護士みたいに都道府県ごとに資格与えたらいいのにな。行政書士レベルで。狭い日本なんだから都道府県じゃなくて全国単位でも個人レベルの民事訴訟の代理は行政書士でいいな。裁判官も地裁レベルなら AI で十分。日本は使用の既得権を守りすぎ。AI だと欧米の人権意識に毒されて、今より甘い判決を出しそう。民事レベルならいいでしょ。過去の判例をひたすら学ばせておけば今の裁判官くらいはやれるはず。民事の話なら民事裁判の限界でもある。何らかの制度改革は必要。裁判所は支払い命令出せるけど資産調べたり差し押さえたりする権限はない。銀行口座や給料や年金やら差し押さえできないん。踏み倒すやつは現金払い。被害者側が口座を調べないといけない。国が代理で払うようになると簡単に詐欺行為ができちゃうからな。いろいろとおかしいよな。この記事も被害者の名前は出てるのに加害者の名前は出てない。働いてた場合給与は差し押さえれないの？あと資産とか年金とか。年金は差し押さえ対象外。刑務所に入ってたら現実問題無理じゃね。かわいそうだかいくら手紙出されても難しいだろ。こういう場合はどうすればいいの？これはどうにかせんといかん問題よな。強制執行でよくね。強制執行にも税金がかかる。これは勘弁してほしい。だから民間の債権回収会社に賠償の強制代執行もやらせればいい。失うものがない加害者に下手に近づない方が良いと思うがね。泣き寝入りも時に正しい対応。損害賠償の強制代執行ってできないのかな？金を払う気のない奴から取り立てるのは大変よ。父ちゃんと母ちゃんは別居してるんか。いろいろあったんやろな。弁護士に何十万も金払っても相手は月18万のその日暮らし。なんとか差し押さえたところで弁護士費用で赤字。執行猶予とかついてたらふざけるなだけど、懲役14年で刑務所入ってるやつに最速の手紙出してもどうにもならないじゃんくさ。そう思うわ。刑期終わってからの話だよね。あれ？そのパターン桃花さんが来るパターンじゃないか？受刑者が椅子とか作るのがあれよね。日本は生産性が悪いというが確かにって。人形圧迫できないしな。まあ、実際はすぐに生活保護だから差し押さえしようがないんだけどな。生活保護に甘いんよな。知り合いが警察定年退職してケースワーカーやってたけど、前科のある受給者に働くよう厳しく叱責しただけで人権問題にされて、懲戒処分になってた。前科者は働く場所がないから生活保護受けてるんやろうから、そんなことしたらそら問題になるやろ。就労支援もしていて、ハロワ経由で清掃や介護の仕事を紹介してたんや。前科があることも伝えて面接までこぎつけたのに、毎回、面接ぶっちしてたらしい。それすら叱れないのが今の人権。本当か？それで懲戒処分とかどんな叱りが足したそうなるん？あんまりリアルでは言わない方がいいぞ。逆に知り合いの印象悪くなる。まあ、アウトだろうっていう暴言だったくさ。その人も70歳までは続けて引退したから、もう大丈夫。ネットでしか言ってない。海外はこの問題をどう解決してるんやろか？解決してないどこもよく見せるのが上手なだけ。さすがにこういう法律は変えてもらいたいな。加害者が得するってどういうことよ。サービサーに債権を値引きしてでも売れば？素人が回収するよりずっとプレッシャーになるだろ。ん？その手の判決の債権譲渡はできないだろ。損害賠償の債権って売れないんだ。銀行とかが貸し付け焦げついてサービサーに債権売るのとは、民法上違いがあるのかな？この手の場合は、そもそもが不良債権だから、買い手が存在しないだろ。仕事で使ってた奴が任意保険無加入でぶつけたけど、ガン無視してるな。内袖は触れないわな。誰のための法なんだろうな。立法、司法、アホだろ。心情的には逃げ得は許せないってのは理解するけどさ。でも堀の中長期間入った人間に億の支払い能力あるわけないし、なんか良い落としどころないんかね。ない。50、80問題とか、無敵の人問題は、解決方法は永久に見つからない。犯罪の時効はなくなってるのに賠償金には時効はあるとか意味わからん。今は裁判所命令で給料差し押さえもできるんじゃなかった？相手が893なら知らんが。できない。生活に必要な額は残す必要がある憲法上。強制執行はできるが、大抵は空振り。王道は生活保護に事実婚。それから障害年金にして入籍し住所記は別。国は銀行から収入の何割自動徴収とかできるんだから、こういうのもできりゃいいんだよな。支払い切るまで、固定の銀行しか使えないみたいな感じで口座固めて。俺の周りのクズな人は現金払いが多いで。フランスまで逃げれば大丈夫。裁判所の判決は加害者から金を取っても良いですよということだけ。取れるものなら、誰も手伝いませんが。それが正解なんだけど、それを知っている国民は1割以下だろうな。ネット掲示板見ても、国警官とか？
か手伝ってくれるとか思っている人が多すぎ、裁判官も警官も自衛隊も1秒も手伝ってくれない。債権回収って本当に大変なんだよな。金がないから払えないというやつは最強無敵でどうしようもない。払う払えない以前に賠償金が決まったらまず借金をさせればいい。そうすれば遺族に側金が入るので救済になるし、回収は裁判所に代わってローン会社が行うから役所の手間も省ける。ローン会社が貸すわけないよ。信用がないから融資審査通らんだろ。返されることが 100% ありえないローンを受ける会社あるかよ。税金や反則金の取り立ては熱心にするくせにな。税金も5年で時効だよ。刑務所入ってるとか金ないやつからは金取れないから、税金の未納も時効になることが多い。日本では悪いことやったもん勝ちだからな。法律も見直さないだろうな。役所にやらせると手続きが大変すぎて無理なんよ。たった数万の取り手で何倍もの金と労力がアホみたいにかかる。貸した金だと泣き寝入りするしかないんだよな。国税は10万以下でも取り立てに来るが。善人にはとかく生きにくい世の中。そんな払える資産あるのか。離婚した自分の子供に養育費すら払わない国民税だからな。何の罰則もないのは先進国で日本くらい。そりゃ他の他人の被害者に対して賠償金なんて払わないよ。だって逃げるが勝ちみたいな法律なんだもの。まあ共同親権になれば払う人も増えるんじゃね。これマジで気になるんだが、民事起こしても払わなくて逃げられるの？財産差し押さえとか漫画で見たけど活用できないの？差し押さえる財産がないんだろ。根本的に金がなければ回収できないやろ。慰謝料とかの賠償は面積債権じゃないから無理。民事で自己破産されたら取れないだろ。賠償金は非面積だから破産しても残るぞ。損害賠償とかは自己破産できないよ。何でも自己破産できるなら電車に飛び降りるやつなんていないだろ。借金とか慰謝料なら自己破産でチャラか。法律を見直す時期に来てるのに、これもまた中止で済ます気かな。犯罪者は大抵無視力なので、賠償金取り立ては民事訴訟を起こしたとしても無理。その通り。子供など扶養家族がいればその分の生活費も残しておかなければいけない。脅したりすればこっちが訴えられる。加害者に優しく被害者に厳しいのは事実だな。とにかく被害者にならないよう生きるしかない。被害者になったら負け。返却請求してもなかなか返さないやつとかいるしな。ワイは借金があるのも、貸したものが返ってこないのもストレスだから生きづらい。借金あっても平気な人は強いと思うわ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。